どうも、LR チャンネル金曜日担当の鈴木翔次郎です。僕が今日紹介する映画はこちらです。犬部。はい、2回目になります。篠原哲夫監督による、2021年の劇映画です。そして犬部、7月22日本日公開になりました。よいしょ、おめでとうございます。ありがとうございます。僕も今日初日、7月22日に見てきました、池袋で。いやー、やっぱりお客さんと一緒に見れるっていうのは本当に嬉しいですね。というのもですね、僕が最初に見たのは、というか最初というか1回以前見たのは、もう今から半年以上前の去年の12月に、映画の初号試写というのがありまして、それを見て以来、僕それまで見て、今日まで見てなかったので、でその初号試写っていうのは、その本当にその出てるキャストの人とかスタッフの人とか、あと関係者っていう人たちが見るあれなので、今日見たりするとやっぱり一般の初見のお客さんと見るっていうのは初めてなので、あ、ここで笑うんだとか、映画館の空気が映画の途中でね、なんか変わったりとか、あと、まあ、今の緊急事態宣言中なので、椅子ずつ空いてるんですけども、 50% で、僕の隣の隣のご婦人の方が本当に途中ね、林遣都君と中川大志君のシーンでもティッシュね、カバンの中からこう一生懸命出して目とね鼻をこう拭ったりして、まあ僕も本当同じところで泣いてたんですけれども、そういうなんか空気感とか一緒の反応を見れて本当に嬉しかったです。というか僕も一緒に本当に一応お客として楽しんでました。なんだろうな、1回目その初号車で見た時とはまた別の2回目の発見だったり、犬と猫の表情を、余計犬と猫の演技を余計 見れたっていうのは、なんかね2回目のね僕の中での発見だったの。1回目ってどうしても他の、自分も含めなんですけど、他の役者さんとかのを目で追っちゃってたんですけれども、やっぱり2回目はもちろん犬と猫も同じように主役なの、今回の方がなんかそっちを追えたなって思いましたね。だから本当もう一回見たいと思ってます。はい、やっぱ犬猫の演技が素晴らしくて、今回冷静に見た時に、本当に2回3回と見ていただきたい作品だと思っております。それと、もう一点、監督自身が、篠原哲夫監督自身が今回の作品に出てるんですけれども、今回の犬部っていう映画の時にはちょこっとなんですけれども、結構ね、出られてる時は出られてる、結構セリフとかも多く喋ってるっていう、はい、あれで、そこもねちょっと一つ見どころだなと思って、今回の篠原監督はこういう感じだっつって、まあ、ちょこっとなんですけど今回の場合はね、それで本当にちょっとこれ、まあ、悪口じゃないですけどちょっと嫌なあれになっちゃうんですけれども、演出家とか監督って2タイプいると思うんですけれども、自身で演じてみせる方と、演じては見せないんだけど、そのイメージだったり言葉とかでその役者に伝えるっていう。で、篠原監督とかは演じてみせることもできる。で、演じてみせることができるっていうか、演じてみせて、で、しかも本人も役者で出たりするから、そうやって。役者としてはね、なんかちょっと、ね、嫌なんですよ。もう正解を見せられちゃってるみたいな。僕、他にも橋口亮介監督とか、あと古間山智之監督とかもそうなんですけれども、その現場とかワークショップに行かせてもらった時に、ね、こういう風に言って、やっちゃうんですよ。役者の前で。で、それが、監督がやってるのが一番面白いし一番うまいですよ。そうなった時、それ見せられた役者が、これ超えなきゃいけないんだというか、超えなきゃっていうか、これが正解じゃんと思っちゃって、その時のなんか役者のもうどうしようみたいな。もちろんね、うまい役者さんはそれをもちろん超えていくんでしょうけど、ただ監督自身が一番正解だったりうまかったりする場合、ちょっと困っちゃうんですよね。で、まあ、その篠原哲夫監督も、あとご自身で出られるんで、そうやってちょこっと、役者としてはちょっと嫌ですよね。まあ、でもそうやって今回の作品ですと、ちょこっとですけれども、篠原哲夫監督最後の方に出られてるんで、ちょっとそこもまた一つ必見です。はい。ぜひ見てください。そこも楽しみにってことですね。
映画は本日から7月22日から始まったばっかりですので、ぜひ、見に行ってください。はい、今週は以上になります。犬組ぜひともよろしくお願いします。はい、僕もまた3回目見に行こうと思っております